皆さんこんにちは、のらんです。新年明けましておめでとうございます。2021年もまあのんびりではありますけれども、動画を更新していきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、早速なんですけれども、ちょっと今年初めてということで、ちょっと動画の更新スタイルを変えていこうかなと思っています。といってもそんなに大きく変えるわけではないんですけど、今までは割とミシンを中心としていろんな動画を上げてきたんですが、私、他にもいろいろやってみたいこととかやりたいことがあって、なのでちょっとミシンブログに制限しすぎるとちょっとやれることも少ないなっていうのと、あとはやっぱりなかなか1日で完成しきらないものも多いですし、こう私はプロとかそういうのではないので、ミシン の皆さんにこう技術提供できるようなものは持ってないので、もうちょっとどちらかというとまさにブログのように、日々どんな感じでこう手芸だったりとかハンドメイドをやってるっていうのをまさに Vlog をしていこうかなと思ってるので、今後はちょっと作り方を変えて、可能なら週3から5回ぐらい更新できるといいなと思って、ちょっと今年はそれで模索してみようかなというふうに思います。なのでまず最初に今日何を作るかっていうお話をして、それを作っていくっていうのをこうブログのように更新していきたいなと思うので、ちょっとねチャレンジしてみてうまくいかなかったらまた元に戻すと思うんですけれども、そんな感じで2021年はやってみたいと思います。で、一応今年1回目の動画ということで、まず何を作るかというと、すでにこの子キュートリトル D ちゃんが来てますけれども、ミディサイズのカーディガンをね作りたいなと思います。すでに1個これ作ってみました。これ何かというと、ちょっと前に動画で作りましたけれども、このリカちゃんサイズの、というか正確にはブライスサイズの、カーディガンなんですけれども、これをなんとかミディサイズにちょっとアレンジできないかなと思って、作ったのがこちらになります。ちょっとね袖が長めではあったんですけれども、悪くないかなということで、これをもう1着合計2着作りたいと思います。で、この青い布もそうなんですけど、実はこれちょっともう切っちゃってるんですけども、これですね、もともとは、パンツです。女性用のパンツになります。もちろん新品ですよ。これ、正月に福袋じゃないな、正月の初売りで1枚50円で購入しました。なのですごく布として安いので、実は毎年私はそのお店でパンツを買ってこうドール服に使っています。なかなか1枚50円って100均でも当然100円するのでないと思うんですけれども、これはすごく安いので、なのでこう色のチョイスもあくまでもドールに着せた時に可愛いかなっていうのでいつも買ってます。なので今回はこのミディサイズのカーディガンをもう1着作りたいと思います。ちなみにこれも作って取った後の布の残りなんですけど、まだねこんなにあるんですよ、面積が。もう1着ぐらい作れるんじゃないかなってぐらい残ってますし、で余った部分はさらにね靴下とかも作れそうなので結構お得なのかなと思います。はい、では今日は、カーディガンを作っていきたいと思います。こうパンツに限らないんですけれども、前娘のお洋服をリメイクした時も思ったんですけども、既製品にハサミを入れるのってやっぱ若干抵抗感が
最初はありますよね。もう切ってちゃえば何ともないんですけれども、割と最初の人たちがね、躊躇するなっていうのは毎回思います。またこう客観的に見てると、このパンツを切り刻む様って結構シュールだなと思いつつ、でも切ってしまうと、むしろこう肌触りがいいっていうんですか、当たり前なんですけども肌着なので、やっぱそんな雑なニットは言うても使ってないですから、安いとはいえね、結構だから私はねおすすめなんですよ、個人的には。何かすごく致命的な弱点があるならどなたか教えてほしいなって思うんですけれども、よく100均のね、靴下だったりとか、布でお洋服を作るっていうのは見かけるんですけれども、パンツ使ってる人って全然いないじゃないですか。まあ、実際ダイソーとかに行ってもパンツって100円では売ってないことも多いんですよね。200円とか150円とかでなんですけれども、なんでちょっと今回この50円でこれが入手できたのは、まあ、かなり特殊といえば特殊なんですけれども、ぜひね、安く手に入れられる手段があるならばね、ぜひ私はおすすめしたいなと思ってます。パンツの方が圧倒的に色とか柄もバリエーションが多いんですよね、靴下よりも。ですし、当然薄手で肌触りが良くて伸縮性もあって、もうね、何も不満がないと言っていいんじゃないかなって思うので、ぜひおすすめしたいなというふうに思います。まあ、パンツの話ばっかりになっちゃいましたけど、まあ、パンツに限らずね、こうドール服だったりドールアイテムを作るのに、こう何か有効利用できるようなもので、割と安価に手に入れられるものがあったら、ちょっと今年はね、いろんなお店に行きながら、こうそういうのも探して、お、これは使えるぞっていうのがあったらね、そこも皆さんにね、ご紹介できたらなというふうに思います。とりあえずこうパンツはすごくおすすめなので、ぜひ試してみてください。はい、ということで無事に完成しました。やっぱり2枚目なのでね、水色の時よりも多少上手にできたかなと思います。じゃあちょっとせっかくなので着せてみますね。よいしょ、イエローマシュマロちゃんです。やっぱりね、髪の毛がピンク色なので、こういう赤系のお洋服が似合いますよね。結局ね、袖の長さも変えなかったので若干長いんですけど、まあいいかなということで作っちゃいました。あ、いいですね。あ、やっぱ1個目よりもうまくできた気がする。この布はね、良かったですね。すごく質感もすごくいいですし、薄さもちょうど厚すぎず薄すぎずで良かったかなというふうに思います。うん、ちょっとね、ミディサイズとか、あとウサギサイズの子たちはね、ほんとノースリーブの子が多くて、長袖を全然着せれてないので、ちょっと隙を見てまたね、カーディガンだったり長袖の洋服は作ってあげたいなと思うんですけれども、そんなことを言ってると春が来そうですけどね。でもまだまだ寒いので、また作ってあげたいと思います。明日はね、何をしようかなって思ってたんですけれども、ちょうどこのお洋服を作ってる途中でね、アゾンさんの楽天市場店からね、メールが来ました。注文受付完了メールが来ましたので、誰かって話ですよね。まあもう分かってるかなという方も多いと思いますけど、なのでちょっと明日からは、オビツ11相当のサイズ、実際にはピコニも P サイズになりますけれども、のお洋服をね、ちょっと作ってみていきたいなと思ってます。できればオーバーオールつなぎにチャレンジしたいなと思ってます。それでは本日はこの辺で、また次回の動画で
お会いしましょう。